皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。不思議なことには裏があるということで、いろいろなお話をしておりますが、今日は大変、不思議なお話をしたいと思っております。それは北朝鮮のお話で、あります。ご存知の通り、北朝鮮は日本海に向けて1990年代からもう長いですね、今日に至るまで、ミサイルを何度も発射し、 ICBM を日本の秋田県東北の上空をかすめるというようなこと、これ引き続き行っているわけですね。去年というか2022年の12月に岸田内閣は閣議で三方改定ということを決めまして、まあ防衛費、今まで GDP1% を 2% にして、そして自衛隊に先制攻撃能力、想定されることは北朝鮮でしょうね。先制攻撃ですから、相手からこの攻撃される前にその敵地を攻撃する、そういう能力を持たせるということで、43兆円ほどの予算を取りまして、2026年までに自衛隊に敵地先制攻撃能力を持たせると。これはもう言うまでもなく、今までは専守防衛ということで受け身ですから、ミサイルもパトリオットミサイルといってですね、敵のミサイルを迎撃して落とすという、そういう装備になってるわけ。何からかにまで全部受け身の装備になってるわけですね。今度は先制攻撃ということになりますと、その正反対なんで、攻撃をするために必要な装備、兵器を持たなければならない。まあ例えば攻撃用のミサイルといえばトマホークというのがありますが、これも自衛隊に配備されることになってますね。というようにですね、自衛隊の組織そのものもやはり受け身型のシステムと、それから攻撃型のシステムと、これ違うわけなんですね。ですから自衛隊のいわゆる組織というものも変わっていくということになってるわけですね。そこでなんでここへ来て自衛隊に先制攻撃能力を持たさなければいけないのかということですね。先ほども言ったように、先制攻撃をするところといえば北朝鮮しかちょっと考えられないですね。まあ、そういうことが想定されるという、その中でですね、このところ突然というか起こったことを皆さんご存知だと思うんですが、金正恩国家、まあ、主席ですね、労働党委員長ということになってますが、金正恩が今まで北朝鮮と韓国との間の統一のためのその会談、交渉をですね、ずっと続けてきたわけなんですよ。このところちょっと交渉が遠のいているんですが、まあいずれにしてもですね、交渉するためのですね、施設、ビルディングですね、が38度線のところにありましてね、交渉するときはこの中間地点のビルの中でいろいろと協議をするということになっているんですね。で、また北朝鮮には南北朝鮮統一を、まあ、願うという意味で、統一党っていうんですよ。おかしな話ですが、南北の統一を、まあ、願うというか祝うというか、その党が立ってるわけなんですよ。最近ですね、この党は爆破されましたね。それから半年ぐらい前だったと思いますけどね、この38度線のところにある施設ですね、これも爆破されましたね。そして、1週間ほど前に金正恩は、北朝鮮の最大の敵は韓国だと、そして、南北統一のための交渉は一切ありえないと。まあそうですね、象徴的な南北統一の党は爆破されるし、南北統一のためのこの統一をするためのビルディング施設、これも爆破されたわけですから、もう統一の話なんかはしないと。どういうことかというと、もう最大の敵だから核兵器も辞さない、
こう攻撃するとこう言ってるわけなんです。まるで宣戦布告じゃないかというぐらいのですね、ことになってるわけですね。つまり現在朝鮮半島は38度線で北朝鮮と韓国等が停戦してるわけなんですよ。戦争は終わってないんですね。戦争が終わるということは平和条約を結ぶということですが、そんな交渉はですね、断ち切れてしまって、もはやもう交渉なしということ。そうするとですね、停戦してるんですから、停戦が終わってですね、戦争になるという、こういうこの流れになってるわけですよ。そこで核兵器も辞さないということを言ってくるということは、もう本当に朝鮮半島で南北戦争がこれから始まるという、そういうですね、下地が今できてきて、もういつ戦争するかという、まあそういう事態に今なってるわけですね。なんで、ここへ来てそういうことになったか。つまりここへ来てですね、北朝鮮を敵地先制攻撃をする準備を日本がし、そして北朝鮮は韓国は最大の敵だと言って話し合いはないと。もう戦争を再開するだけだと。こういう風になってきたわけですね。なんでこういう風になってきたんだと思います？まあ、わかりやすいことを言ったら、ウクライナ戦争が始まったわけなんですが、アメリカが一生懸命援助して、このところ議会がですね、反対というか、いろいろ手続き上ですね、ウクライナ支援のこの議会で検討することをですね、させない。検討すらできないということですから、このところで支援ができないと。そうすると、欧州の方がですね、欧州の方もアメリカに従うかと思いきや、欧州連合、欧州はですね、これから、ウクライナをですね、今までより増して支援するとこう言ってるわけなんですよ。この意味わかります？どうせウクライナは負けるんですよ。ね。うん、どうせ負けるんですよ。で、その時ですね、まあ、誰が戦争し、もう2年もやってるわけですから、もうこれインフラズタズタだし、これからですね、ウクライナが復興するためにはスクラップ&ビルド。今スクラップで壊してこれからビルドするという、これ資本主義の原則に従ってるに過ぎないわけですよ。ね。で、どちらが復興の利権を取るかというと、やっぱりそれは支援した方ですよ。で、アメリカは支援しないと。そこで進んでヨーロッパが支援するっていうのは利権争いなんですよ。ね。これがまあ、ウクライナ戦争なんですけども、今度はこの南北朝鮮の方なんですけども、なんで北朝鮮は、まあ、1990年代からですね、日本の上空にテポドンだとかですね、大陸弾道弾 ICBM を打ち込んでですね、もうアメリカのワシントンも攻撃できる、それだけの能力を持ってると。CIA がそう言ってんですから、本当にそれだけ能力を持ったんでしょうね。そういうふうにですね、どんどんと北朝鮮は、軍事力、ね、を高めていると。ここで不思議なのは、これ、ただじゃできないんですよ。ICBM にしてもですね、ある時は、毎日のようにある時っていうのは、岸田内閣が三法改正をやるということを12月に決めたんですから、その決める前に、1ヶ月あれ、毎日でじゃなかったですかね。毎日のように日本攻撃するんですよ。で、そうすると、敵地攻撃能力、敵地っていうのは北朝鮮ですから、この敵地を攻撃するための三法改正、憲法9条違反、の三法改定ですよ。ね。こういう難しいことをスムーズに通すにはどうしたらいいかって言ったら、北朝鮮が朝から晩までですね、日本にこのミサイル攻撃をする。そうするとですね、渋い顔をしていた公明党すらですね、賛成するようになったわけですよ。ね。それは朝から晩まで北朝鮮が日本海にミサイルを撃ってるからですよ。ね。そうすると、日本は、軍事費が2倍になって、GDP 比 2% になって40何兆円という予算。この予算で何買うんですか？兵器を買うんでしょ？どっから買うんですか？アメリカじゃないです。ね。アメリカの日本に対する兵器の売り上げが倍になるんですよ。ね。じゃあ、誰が倍にしてくれたんですか？北朝鮮じゃないですか。ね。北朝鮮なくして、三法改定なし。ね。北朝鮮なんですよ。じゃあ北朝鮮はなんでそれだけお金があるかって言ったら、儲かる人からお金もらうんじゃないですか。北朝鮮のおかげで儲かる人がいるじゃないですか。儲かる人はもっと儲けたいと思えば、もっと北朝鮮にですね、派手に日本に脅威を与えるということになるんじゃないですか。まあどういうことかと言いますとね、そうですね、北朝鮮金正恩主席がよくミサイルとかですね、ICBM を作ってるところをよく視察してますね。あれ、いろいろ裏があるんですよ。視察したくて行ってるわけじゃないんですよ。
金正恩が視察すると必ず、これ映像に映るんですよ。必ず映像に映るんですよ。ここが大事なんですよ。よく見てくださいよ。どっかの会社のロゴが映ってますから、壁に。ロゴですよ。うん、会社の。うん、ヒントを言いますと、スイスに本拠地のある核だとか、ミサイルだとか、そういう技術、あるいは施設を、この、作る会社ですよ、うん。軍事会社ですよ。うん、で、もうそれ以上言うとちょっと私もまずいんで言いませんけども、まあ、スイスにあると。その会社のロゴが、ちゃんと映ってますよということは、そこが作ってるんじゃないんですか？じゃあ、そこに誰が金払ってんですか？前、アムズフェルドという国防長官がアメリカにいましたけども、その方がなんか CEO になっていましたね。うん。CEO ですよ。これ、軍事産業の代表じゃないですか。しかもアメリカの元国防長官じゃないですか。ね。ネオコンですよ。ね、ネオコンと繋がってるの。みんなネオコンですよ。で、ネオコンというのは世界中どっかで緊張を起こし、そして戦争をしないとまずい、戦争、緊張を増大させるのがネオコンの仕事ですよ。ということで皆さん、なぜ北朝鮮はこういうことができるか、なぜ三方改定かということがよくお分かりになったと思います。